兄しばしを失い、その後を継いだしば将。彼は洛陽への帰還を望んだが、義弟宗謀に巨匠に留め置かれる。しば将を洛陽にいるしばしの手勢と引き離すのが目的であった。またしばしの死を機に、しば一派にも混乱が生じる。政争の再燃を予見した夏侯派は義に見切りをつけ、蜀へと亡命。文王は父を探し、反乱を繰り返す真意を問うべく義を出奔する。次々と押し寄せるこれらの試練を司馬将は懸命に乗り越えた。一方、司馬氏を失い失意の底にある諸葛丹に文金らが接触。それと同時に、ある者から諸葛丹へと密書がもたらされる。一度は司馬氏のもとにまとまった義に、再び湧き起こる騒乱の気配。暗雲を払うべく、司馬将、大元気、松海、荷重は寿春へと向かう。私は選ばれた人間、正式だ。文金、まさか後に落ち延びたお前と手を組むことになろうとはな。司馬将に尻尾を振るのが耐えられなかったか。敵は司馬氏、せいぜいお互い利用し合おうじゃないか。諸葛丹様、こちらを。これは帝からの。我が道、定められていたか。我が最地のすべてをかけ、司馬将を討ち、義を救う。諸葛丹が文金と接触しました。それで。さらに帝が諸葛丹に密書。もういい、行け。はっ。撃つべき者らがまとまったか。手間が省けたな。カジュ、何か分かったのか。諸葛丹はやはり五と無罪では。諸葛、なぜなどと言うなよ。ああ、すでに先方部隊に受信状を囲ませている。俺も共に指揮を取り。分かった。なあ、文金が環球圏、反乱は根本か。やる。ああ、師匠殿は。でも皆出発。諸葛丹、お前は一体。今は反乱を収めるぞ。諸葛丹は所詮小物、さっさと片付けてしまえばいい。橋を落とせ。敵を分断すれば正気を引き寄せられる。橋を落とされた。回り込んで進むしかないな。敵は、このまま副兵と戦ってくれ。責任は果たす。疑問だけどすごいこと。
も崖上からの罠があるかもしれない。このまま分かれて進み、別動隊を援護するぞ。崖下の奴らには感謝してほしいです。私たちの方にずっと面倒だし。その調子、その調子。崖下に敵が来たぞ。さあ、宝石を回収せよ。やっぱり罠を言う。奴を撃って投石を止めるぞ。よし、投石は止められたな。先を急ぐぞ。まだ何かあるはずだ。今度は投石機か。次から次へご苦労が出た。これでは先へ進めない。兵器を壊さなくては。伝令、別動隊が敵の土砲で足止めされている模様。投石機が出番だな。崖下の土砲を壊してやるとするか。こちらで何か動きがあったと聞いたが、まさか離反など考えておるまいな。滅相もない。離反などあってはならぬことだ。
先に釘を刺されたこいつに無線を諦めた方がいい。成果を出さねば孫悟様に殺される。死ぬ気で奴らを追い出すぞ。あなたと共に歩む道など私にはない。そうか。
陛下、我が力及ばず。陛下、カジュ、何か知ってるな。バカがバカをそそのかした。ただそれだけのことだ。帝とてことを公にはできまい。おかげで後の憂いを早く詰めた。そうかよ。俺は何も知らず。手厚く葬ってやれ。